目標チャーリーを確保。こんにちは、遠藤です。このオートローディングって武器がね、強いんだよね。威力が一番高いのかな、まあ、拡張にしてるからちょっと下がるんだけど、それでも強い。で、レートがね、めっちゃ高いから、もうパスパス撃てるんだよね。で、この武器は近距離用かな。遠距離だとね、もう覗いて撃っても、サイト見て撃っても全然当たらないね。いやー、この家の周りに敵が何人かいるんだが、出られないぞ。ちょっと一回、2階に上がって、爆弾を開始して、多分これ、出てくるでしょ。いた。近距離じゃね、もう、負けないね。ちょっとショットガン相手にしたら負けるかもしれないけど。大抵の武器にはね、打ち勝てるんで、これ強いよ。しかも、あんまり、サイト、近距離だったらね、サイト覗かなくてもいいんだよ。おい、痛い。こんな感じで。で、敵がいなくて、B はもう占拠できるか、と上に、援護兵がいる。近いな、ね、近づいて適当に倒して、しゃね死んでるか。ね、中距離はね、覗いて撃った方がいいんだよね。この距離ね、この距離は覗いて撃ちましょう。近距離はもうね、一切覗かないで適当に撃っていいです。なんでね、これ、ちょっと敵、ちょっと遠いか。食らってしまった。いで、この音はオートローディング。あー、やられちゃいましたね。まあね、この武器ね、エイム苦手な人とか、まだ始めたばっかりの人とかもね、これ使えば打ち勝てるんで、おすすめですよ。さて、C。おっと、いたか、見えなかった。BF って基本的にサイト覗いて撃つゲームだと思ってたんだけど、全然覗かなくてもね、結構当たることが分かってから、全然覗かなくなりましたね、近距離。で、C が取られてるんで、おっと、敵がいた。この距離は負けない。なんだかんだね、打ち勝っちゃうしさ、看護兵なんで、自分で自分を回復できるっていう強みがあるんで、結構継戦能力が高くて、おすすめです。この看護兵のオートローディング拡張はすごいおすすめの組み合わせです。で、C、C 取って、味方がやられた。多分奥から、B から敵が引っ張ってきてるんで、この距離はね、ちょっと無理かな。一人やって、もう一人やって。こんな感じで打ち勝てます。でね、ちょっと減ったヘルスは回復すると。おっと、あれはダメだ。ちょっときついな。エリート兵はね、勝てないですね。このマップいいよね。めっちゃ好きなんだけど俺。なんか、この緑の草の感じがすっげー好きなんだよな。バトルフィールド。モンテガラッパとかもいいよね、あの、マップ。綺麗で。好きですね。後ろから撃っていく。おっと、もう一人いたが、なぜか注射器を持ってしまった。この武器使えばね、デスよりは絶対キルの方が上回ると思うから、みんなも使ってください。これで適当に撃ちましょう。まあ、そんなにね、点でエイムしなくても当たるんでね、なんとなくバックの中に入れてこんな感じでね、もっと上にもう一人いたか。お、生き返してくれた。ありがとう。使ってくれ。敵いないか。あっと、いるな。全然いるね。多分この裏とね、家の中に入ってんだよな、なんですか。まずここ、おっと、目の前にいた。さらっと倒してくる。もう一人どこだ。味方。ん？お？なんだ、あれ敵かよ。味方だと思ってた。
50% を突破。今のところ負けてますね。ちょっとこれはまずいですね。A と B 取られて、B かな。味方 A 向かってるんで、こっちは B 行きましょう。おっと、奥に1人。ただこの距離はもう全然活躍できない。で、あいつをちょっと生き返せるか。おっと、帰ってしまった。結構ね、左下の看護兵の距離、メーター出てるんで、見れる人はそれ見て、看護兵寄ってきたら途中で復活しないようにしましょう。結構自分看護兵やったと思うのはね、なんかみんな全然こうやって生き返せるのに、おっと、こっ、速攻戻ったな、この人。そう、こんな感じでね、すぐ帰っちゃうんだよね、生き返せるのに。死んだ時は一回左下見るのをおすすめします。全然当たらない。もうちょっとね、ゆっくり腕は当たったかもしれない。この距離はあまり得意じゃないんだよね。ほら、近距離は負けねえ。A 取りましょう。まず A を取って、多分左に敵がいるんで、家の中から向かっていく。スモーク吹かれてる。適当に今のちょっと危ねえな。今の出方はまずかった。ここいるね。一人やって、お二人三人、厳しい。ちょっと味方が援護してくれた。助かるぜ。ここはもう大丈夫かな。で、C に敵がいるが、多分 C 占拠した人が B に向かってるはずだ。ってことで C と B の間に向かっていく。ちょっと待って、一回。B 行こう。あ、ここから出てきそうな気する。いないか。いたいたいた。早速出てきてるね。もっと曲がっちゃった。こっちかな。ちょっと一発撃っちゃったかな。左かな。いた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 。こういうのね。こういうの負けないんだよね。この武器強いっすね。で、生き残ったら回復パックで HP もらった。強いっすよ、これ。C 取って。もう全部取ったか。C 取られてる。敵どこにいるの？やっぱ C かな。C の奥にいる。ちょっと左から攻めてみますか。C 取られてく。で、A に向かっちゃいそうだな。いいかな。サクッと C を取っちゃう。おっとか、いつの間にか勝ってるね。77対70。これいけんじゃない？目標アップルを喪失。さあ、ここから左見たところに敵がいるはずだが、こう出てきた列は1人やって、ちょっと引き返すね、時間が。あった、なんか気づかなかった。 C はもういいかな。じゃあ敵が A に行ってるから、 A 取ってた、 B に行って、もつかも取られてるよ。やばい、2個取られちゃ逆転される。さて、ちょっと当たらない。クソ、今の外したの痛いな。ちょやばい、まずいな。ちょっと1回家に隠れて、すげえ来てるな。 B から5人ぐらいいるか。あ、ちょっとこれも無理だ。ちょっと失敗したな。さて、どこで湧こう。ランダム湧きかな。 A の裏。じゃあ A を取り返して、あれエリートだ。やべ。ちょっときついな、エリート兵。裏からなんとかならないか。裏から行って A を取り返したい。いた。おお、気づいてないな、横の。これやばいな。ここが佳境だな。89対84。いけるか。おっと、まずい。マットだ。3回目だぞ。生き返せない。目の前敵をやって、一回隠れて、ちょっと回復したい。パックを取って、そこらかしこに敵がいる。奥に一人いて、看護兵やって、いないかも。
多分ここ左曲がったところにもいるでしょうね。あつか味方がいるか。もう綺麗になったか。よし、94、80、これ大丈夫だね。多分勝てるかな。適当に B に向かって何人か倒して終わりにしましょう。と、ああ右にもいたか。これはしょうがないね。いやでも近距離やっぱこの銃強いよ。こうマルチキルとかもねできたりするんだよね。おっつうことで勝ちました。はい、ということでね、オートローディング拡張は腰ダメ打ちで適当に打てばカスガス当たって打ち勝てるっていうね、お手軽最強武器だと思いました。というわけで今日は終わりにします。